頼む頼む。じゃインスタとかの SNS で、無断転載禁止って載せてる女大体ブス。よろしくお願いします。いや思わないですよ僕は。お前だってお前らが言った挨拶今だ。やめてくれよ。おいおい、そういうやり口かお前は。お前らおいおいおい、お前らそういうやり口か。言ってないですよ。言ってないな。ねえ、ということで今日なんですけど、あのですね、ちょっと喜ばしいことで、本当に今日の動画短いです。報告の都合上8分は頑張りたいと思います。今日なんですけど、メンバー募集です。珍しいメインで。サブチャンネルでメンバー募集いろいろやってるんですよ。で、サブチャンネルでやってる理由っていうのは、サブチャンネルって結構コアなファンが見てると。はい、でコアな、本当に僕のこと分かってる人が欲しいから、あえてサブチャンネルでやった歴史があるんですよ。でも今回ね、ちょっと違うんだ。女の子と男の子と男女で募集。しかもちょっと変わってるのが、もう今すでに面接始まってるんです、常に。なので、もっと見たいと。もっといるだろうってなって。はい、で、追加で募集っていう形で、もう今すごい人数おるよ。1、2、ガロン、俺で4人でしょ。ほんで、まあ、準レギュラーは置いといてね。それ以外で言うと、1人おるでしょ、男の子が。SNS 管理してる。と弟。あ、弟ね。まあ、弟たまにしか来へんやん。でも、ずっと来ることだったら、俺ら4人プラスの SNS 管理してること、あと2人プラスで押してるから、7人椅子足りひいやん。お前、また濡れてるやん。グランテンションですね、今の僕の言い方で。そのグランテンションで椅子足りひん。これから僕が椅子足りひんやんっていうときは、この波長で言うときは、もうそれでだと思ってください。いや、何言ってんの。何言ってんの。分かった。ずーっと生まれてから分かった。全く違うから石谷。いやいや、だから大人の感じ出してるから。面倒がやってる理由っていうのは、まあ追加募集ってことで、やっぱり XL 君1年ですね。長いよ。まあジャンプは長かったですけど、それで言ったらだいぶ長いよね。長いですね。なかなかお付き合いできないもんね、1年もね。ゆうた君とか L 君より長い。もあの2人は事情があって辞めたからね。学校とか自分の YouTube とかいろいろあったんですけど、で、あのね、難しいのは、はい、マネージャーゲームとやっぱ多岐にわたるんで、仕事内容もう言いません。逆にややこしいんで、やる気のあるやつ、忠誠心、これだけでいいんじゃない。いや、なんかね、ほんまに、はい、どう、やる気と忠誠心、はい、いや、一般教養欲しいよ。今からやらなあかんこと、覚えなあかんことは全部もうこっちが手配するし、まあ一般の普通のサラリーマンぐらいの給料ぐらいで思ってください。何歳までにする。この後に女性のこと言います。30以上きつない。きついっすね。27ぐらい。男性の方はね。女性の方は年齢問わないです。でも結婚があるからな、女性はな。喜ばしいことやけど、大変やし。あと1からやらなあかんこと。30まででしょうか。男性は27ぐらい。フレッシュな若いの欲しいよね。これ見てる方に今、ジャニーズの方、ここまで応募ください。基本的にもその作業がめちゃくちゃ増えたんで、基本的に事務作業ずっとやると思ってください。で、動画に出す保証も出ない保証も何もないです。わかんないです。で、副業は禁止と。で、港区にこの通る人、10時から18時で、まあ、20時とかで働ける人。で、週休、僕らは3日ですけど、演者なんで、事務作業やってる人が実は裏方っていうのがいて、週休2日でずっとリモートで、残りの日は仕事してるんで、そこちょっと僕らとまたちょっと違うんで、な、お前はまだ入ったばっかりやねんから、お前そんな俺らと同じペースで休み取るな。まあこれが入る方ね。いや、それは、やる気がある以上でいいって感じするわ。なんか今までああだこうでいろいろ注文つけたけど、それも大事やけど、そこはもう揃ってるやん。頭脳揃ってるから、もうまた頭脳いらんやろ。今回業務内容的には、でも、あれですかね、やっぱこう、やる気と、みたいな。今なんか聞こえた。E さん、お前か今喋った。僕は喋ってないですけど。いや、僕も喋ってないです。こんないじめもあります。うちの会社、こんないじめあります。なあ、喋んな、喋れっていう時もあるしな、喋ったら喋って、こんな。そうそう、なかなか難しいっすよ。なかなか。ちょ、何やん、こんなもん。まあ、たまにはね。30までにしましょう。男女ともにどうですか。はい、本当フレッシュな女性は本当に、そういう理由です。結婚されて、ね、すぐ怖いんで、それもね、なんか、まあ、喜ばしいことですけど、まあまあ、ちょっとありますんで、これっていうのをやる気ある以上でいいんじゃないの。男性に関してはそれ。判断基準むずいっすね、ほんまに。今回僕考えてるんだ、ほんまに、何人か働かせようかなと思って。同時に。はいはい。で、どう。出ないですしね。そうそう、出ない。だから、一瞬副業で来るとか、平日ね。いや、最初僕がそれでしょ。エクセルもそう。あ、まあそうっす。今回の場合は、決めかねるから、働かないと。だから働いてもらって、そのうちの一人しか残らないっていう風にしたい。もちろんその場の給料ずっと払うんで。一応年内ぐらいはアルバイトで、そっから社員ということで、今回も一気に4人ぐらい出勤させたのかな、一気に。よ、そうそう。日替わりとかですか。え、毎日。同時来ちゃうんですか。それもきつい。最後に来たやつですね。あ、それそれもちろん、エレベーターで。まあ、とりあえずそんな感じで考えてます。なんで、なんか、だから、その、有給とか取って、ちょっと一回来てもらったりとかっていうぐらいの温度感でもいいし。で、港区に通える方なんで、別に埼玉とか千葉でもいいんですけど、1時間の電車で。それ任せます。10時から
出勤しますんで、はい、っていう感じですね。で、女性なんですけど、これね、ここなんですよ。まずね、僕ね、これ、秘書的な感じでやろうかなと思うんですよ。僕のプライベートと健康管理のすべて。で、1ヶ月に1回、がん検査あるやん。はい、結局、あれ、行ってへんの？行ってる？はい、いや、僕はまあ行ってます。3ヶ月ぐらいか。行かんくなる、結局、うん、やってること全部。全部の俺の健康管理。やっぱり俺の健康で元気じゃないと、元も子もないし、はい、何残っちゃわからんから、はい、そこの全部、実は裏でこの人支えてましたみたいな。秘書検定も受けてもらうぐらいのレベルで。はい、今、知識なくてもいいじゃないですか。気に使わないでもいいじゃないですか。秘書検定ってなんか僕もにわかなんですけど、レベルによってあるんですって、最高に一番レベル高いのは、なんか社長に相談事をされるぐらいっていう、なんか謎の、なんて、そういうのも受けてもらうし、で、もう健康と僕のプライド管理みたいなもの、あと、営業とか業務、同じように業務、僕はもうずっと PC で業務やってるんで。業務だ。なんですけど、まあ、そんな感じなんで、さっき男性の方と言ったのと同じような感じです。衣装で、星はそろそろもうないとしんどない。衣装いたらいいっすよね。だから、僕はだからラファさんじゃなくて秘書の人と話すレベルってことじゃあ俺目の前おんのにそのだからラファさんより秘書の方が覚えてる。俺は何も分かってない。そうそう、だからこっちで話の方が早いから。そう、どっちかってね、あの求めてるのはこの秘書検定とか受けてもらうから、だんだんレベルが高くなってもらえればいい。とりあえず入り口を取りとやるだけあれば、もうそれだけで、履歴書とやる気だけでいいんですけど、秘書の方は僕らが円滑に回るように全部を管理するっていうか、で俺らが気持ちよく仕事できるように管理する人ね。俺らのマネージャーみたいな。自分らの管理まではせえへんね、そのプライベートもな。しもせやもせえへんと。もうやめとけよ。なんとか自分で。そんな募集はあるかよ。そんな募集誰も来ないですよ。絶対来ないですね。にわかなんですけど、秘書ってやっぱその周りに気遣いが出るとどうのこうでチェックコンボあるんですって、で それをそのままやってもらうだけなんですけど、はい、俺らね、難しいのはなんでこれ秘書かっていうと、僕らって結構企業さんとクライアントめっちゃ合うのに全員こんな格好。あ、そうや、俺ら全員なんですよ。それや、それ大きいっすね。それでかいね。こいつら二人陰キャでクライアントも容赦めないですよ。こいつら二人容赦めない。いや、僕らでもこれ会議されたお前らじゃ表情も怖いから、ちゃんと聞いてても、目どこ見てればわかんないでしょ。確かに。それもあるし、で、名刺でちゃんと窓口になってくれる人。特に、僕はまだ演者としてやってるから。演者やから。でも、XL 君とかでも外してないやん。ちょっと中盤出てるから。なんなのこの態度悪いやつだって。俺ら全員サングラスで。そうなんですよね。そういうのがちょっと問題としてあって、やっぱこんだけクライアントの方と付き合いが増えてきたら、秘書いるなっていうことで。まあ、これ秘書。僕とおる時間めちゃくちゃ長いです。ラフさんにこう言ってやったよね。で、朝一僕ストレッチやってるんですよ。1週間やったけど、変わらんけどな。上さんが来ましたよ。すぐ変わるわけないボケ。僕は思います。俺とオリスプロストリーって最近行ってんのよ、はい、めちゃくちゃうまいわ、やっぱり段違いでも、あそこまで行くとちょっとね、もう辛い。上原さん、全く同じことですよ。しんどいっすよ、多分辛かったもんだから俺、はい、行かなかんなってなってる。きついって言ってましたよね、上原さん。言ってましたね、確か。自己治癒力を上げるみたいな感じですよね、はい、マッサージとかじゃなくても。だからそんなのもう1日だとか、そう1週間無理っすよ。いや、そうやね。だからもう、そういうのを続けるっていう、すべては、もう僕らのこの皆さんにお届けする動画の、このパフォーマンスが上がる、仕事のパフォーマンスが上がるっていう。秘書の方来たら、俺なんか結構変わりそうな気する。ほんまに管理してくれる人。管理やで。はい、洗い物とかせえへんで。仕事せえとか洗い物せえへんで。仕事せえへんで。言い方もやめてます。だいぶ怖いね、その女の女性見てる。お母さんお父さんすいません、こんな風に育っちゃいましたそういう感じで、ザ・秘書。最低限入り口はちょっと秘書の方が目線は厳しいな、俺らも。ちょっと厳しいかもしれないですよ、うん、秘書っていう秘書ってお会いしたことあります？俺、その俺そういうこと聞いやけど、うん、あの人でしょ。あの人はやっぱ気遣いすごいよ、ね。あのね、まあ、銀座のクラブのママみたいに喋り方も丁寧やん、いちいち。これは、まだ秘書には求めないことです。これは違う、プライベートの中なんで、ありますけど、お会いするときも、毎回、あ、ラガさん先生、なんかお肌がどうのこうのってましたね。これお肌に使われたんです。買ってきました。って言って買ってくる。で、高い安い関係なくね。それを毎回、前回の会話なんかやっとんね、メモっとんね。秘書ってそういうことだと思うんだ。毎回あの人。情報がすごいから、なんかね、知らんことがないから、気づいたら俺、その人に頼っちゃってんのよ。先生みたいになっちゃってる。知識量半端ないよね。僕、あの人イメージだよ。ああ、いらっしゃった。ちょっと違うタイプだと思うんですよ。めっちゃ仕事できるけど、気使えるかどうかは違うよね。そう、なんか僕のなんかその、だからその、違うんやなっていう、その、でも、かなりでも優秀でしょ。うん、優秀。ほんまにだから。わかるわかるわかる。まあ、どうしようってマネージャーやな。
一応秘書の定義っていうと失礼なんですけど、わかんないですけど、その一応社長をいかに気持ちよくして、いかに社長が仕事でパフォーマンスできるように、いかにスムーズに作業がいけるかっていうのを全てをやるっていう。だから俺がさっき言った女性の方が合ってるんですよ。僕のパフォーマンスがもっと上がることをする。例えばね、わからんけど彼女に言われんねん、歩き方ラファはこうや、ラファだって言うラファだ、歩き方がこうやから、あのかかとがこうや、歩き方がこうこうこうで、こういう靴履きなさいとか、こういう中敷き引きなさいっていうふうに彼女は言うねん。それは俺の健康全てのことやから、そんな些細なもの全部やるっていう。普段から俺のことをちゃんとほんまに見ててよくしようって意識せんやったら、そこの指摘って気づくことができへんから。彼女、はい、あ、いいの。そう、もういる、そろそろいるでしょ。だからそれ、僕にとっていいことは、二人にとってもいいこともあったりするし、情報で言うと、例えばね。まあ、それ以外はもうずっと営業の仕事みたいな感じですけど、なんかそういうの欲しいですね。これってごめん、確認やけど、サブチャンネルじゃないわ。これいいです。うん、もうどっか。じゃあそんな感じで、女性用と男性用、あります、はい。秘書の方用とあれですね。はい、スプレッドシートで。で、あの、今知識なくても、とにかくやる気ある方。だから、男性欄をちょろいよね。やる気あればいいから、とにかく。みたいなやつ、ちょっとあいつ、おっ、させますそれはやばいですね。ということで、あの、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。